はいよ。ちゃんくんのおはよう。はい、iPad をいただいた方からですね、追っかけるようにこのパーツ類が届きました。ありがとうございます。これはね、多分ペンだね。スマホとかでも使えるのかな。あとこれは USB のコード。これはちょっと USB がいっぱいついているストラップ、そういうことかな。これ何かに使えるのかもしれないですね。後で調べます。それから家康くん耳かき、これは大事ですね。そう。そして、これはなんだ？そう、これはナオト。あ、はい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 、あの人がやってたやつ、ね、はいはいはい、なんだっけね、あ、そうだね。そしてこれは、おそらく猫の一種だとは思われます。そしてこれはね、ハーモニカですね。4ケツハーモニカ、こういう感じです。そしてこれはお財布だね、ブリックパックっぽいお財布じゃないかな。お財布っていうか、まあポーチだよね。ポーチ、うん、なんだ。そうです、ポーチ。そうだ、ポーチに違いないって。ポーチってなんだ。ポーチってほら、なんかいろんなものを入れるものです。そうですか、小学校の時のね、うん、給食に出てたやつですね。うん、かわいいね。それからこれは電源、これ大丈夫？これ前あるよ。何か大事なものをこっちに送ってきちゃったんじゃないよね。もし、あれ足りないってことだったら言ってくださいね。また戻しますよ。どうもありがとうございました。実はこの、これなんて言えばいいのかな、ギターフォルダーみたいな名前でいいのかな、これ、東京の頃から持っていたんですけれども、ワイヤーネットというですね、こういうのに下げるように使っていました。でも考えてみるとこれカモイ用なんですね。ちょうどこんな感じになるんですが、まあ賃貸なので傷をつけたくないということであまり発想としてなかったんですが、つけてみたらそんなに傷はつかなそうなので、使ってみようかな。もしちょっと怖い感じがするんだったら間に何かクッションをかませようかなというふうに、ちょっとほこりがいっぱいついてたね。これきれいにします。そしてですね、今日はこれからまだ生配信があるんですけれども、その前に今日の夕方7時からは、またギター教室に行きます。テクニカルなことはちょっと置いといてですね、今日は、オープンマイクライブ、また今週、金曜日にありますので、その金曜日に向けて、完全に受け狙いに行きます。今回はねちょっと安い言葉になっちゃうんですけど、受け狙いを考えて、
どんな曲が傾向として受けてるのかちょっと先生に聞いてみようと、作戦は受け狙いです。あ、それで僕でも弾きやすいギターコードね、で、受けそうな曲ないっすかって言って4曲ぐらいちょっと、相談しようかなと、もしもその曲が4曲決まったらですね、何らかの方法で、まあ、歌える曲であることは大事なんですが、何らかの方法でコードを入手すること、これも、iPad も手に入りましたし、あとは先生の、アドバイスなどいろいろありますので、すぐに動けそうです。これからギター教室に向かいます。今日のテーマは、オープンマイクライブで受ける曲、なんか知りませんか、どんな傾向ですかという形でやっていきます。今4時ちょっと10分前ぐらいなのかな、だいぶ明るくなりましたね。初めて来た頃は、結構暗かったんですけど気持ちも明るくなります。さあ頑張って受けるぞ。さあ、こんにちは。よいしょ。バンジョーは間近では見たことがないかもしれない。バンジョー持ってる友達いなかったな。あとアイリッシュ系でも使うんですが、アイリッシュはテナーバンジョーって言ってやっぱり4弦のバンジョーです。それも このサイトがですね、とても役立つということで、これを参考に工作これをやりたいのでこうですね。さあ今のサイトから、コードを、こちらに今写し取っています。Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its sea while I was sleeping. ちょっと変だったね。And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.はい、これを全部書き留めてですね、あとは先ほどの YouTube を見ながら勉強します。